森の石松祭り森の石松は、清水寺郎町の古文として幕末期に活躍したと、される教閣。出身地は、三州半原村とも、遠州森町村とも伝えられるが定かでない。老曲では、福田屋という宿屋のせがれということになっている。森の石松の森とは森町村のことである。半原村説では、半原村で生まれた後、 父親について移り住んだ森町村で育ったという。なお、現在語り継がれている石松は、清水次郎町の養子になった、天田五郎の聞き書きによって出版された、東海有教伝によるところが大きく、そこに書かれて有名になった石岩のイメージは、同じく、清水一家の古文で石岩の豚松と混同していた、または、豚松のことを、 石松だと思って書かれたとも言われており、石松の人物像は愚か、その存在すら信憑性が疑われている。しかし、演習この森の石松にまつわる記事には、出所後の晩年を工業主として相撲や芝居などの開催を仕切っていた、清水次郎長と会ったことのあるという人が、次郎長が森の石松のことを聞かれて涙したと語っていたことなどの記述があるため、 森の石松が実在の人物なのか、それとも空想上の人物なのか、ますますわからなくなっている。愛知県新首郎市地区渡に成果あり、孤児となった石松は、胸郭の森の五郎に拾われて育てられた。胸郭同士の喧嘩から上州で人を切り、次郎長にかくまわれてその古文となった。酒飲みの荒くれだが義理人情に厚く、どこか間が抜けており、温泉地の戸場で、 インチキサイコロを使って百0 0両儲けたと思ったら、翌日以降三百両負けて、次郎町の当時費を丸ごと吸ってしまい、仲間から、バカは死ななきゃ治らないとからかわれた、といった愛すべきキャラクターとして、講談や何は説にも数多く登場する。病で妻に先立たれたばかりの次郎町と共に、宿敵を打ち果たし、親分の五霊参りの第三で、ことひらぐ上出かけた、キロ。 方々から預かっていた二郎町への公伝を狙った、強閣の宮古田の吉兵衛に、演州中軍にて騙し討ちに遭い、切られて死亡した。吉兵衛は、翌1861年、二郎町によって、打ち果たされる。石松のことを伝える資料の代表格は、一時期二郎町の養子であった、天田五郎が1884年に出版した、東海有郷伝であり、以降の中島忠史、 明治水古伝、清水次郎町のつて出版や村松松風が1920年頃、雑誌、創人に連載した、静電」、清水次郎町をはじめとする伝記のほとんどのルーツと言ってよい。一方、公団や何は説に描かれる石松や次郎町は、彼らの仲間であり後に旅公爵師となった、清流が公団師の三代目、神田白山に金銭と引き換えに、 ネタとして提供したものが元であり、さらに老曲師の二代目、広沢虎蔵が非、児童長白山こと三代目、神田白山の弟子、神田露さんの協力を得て、白山の講談を伏し付けし、何は説とした。虎蔵の十八番の一つ、石松三十石集の中で、石松が、たまたま船に乗り合わせて、石松の名と噂を懸命に思い出そうとしている、旅人に、 あんた江戸っ子だってね、食いねえ、寿司を食いねえと勧める有名なセリフは、虎像の創作である。その後、実は、その江戸っ子はその人が石松であることに気づいており、バカは死ななきゃ治らねえ。と石松をからかう。後世、1980年代に渋機隊が歌って一世を風靡した、寿司食いねえ。はこの曲からヒントを得たとも言われるが、本来の何話説のセリフはあくまで、 寿司を食いねえである。なお、神田白山の元ネタには、石松が大阪の本町橋付近の八県店で押し寿司を買う県があるため、コンピラに行く船の中で神田生まれの江戸っ子に食べるよう、進めた寿司は大阪の押し寿司であり、江戸前寿司ではない。墓は、静岡県周知郡森町にある大東院のものが有名だが、他にも墓とされるものは、複数あり。 どれが聖母が定かではない。石松の墓石のかけらを持っていると、ギャンブルに強くなるという俗信があり、大東院の石松の墓は何度も作り直されている。現在建っているものは、アフリカ産の極めて硬い石材を使用している。盗まれた墓石が、天竜川の河原で発見され大騒ぎになったというエピソードも残っている。ありがとうございます。